酒、女、ギャンブル、この世のすべてを手に入れた戦国武将織田信姫。彼女の死に際に放った一言は人々を織田軍へ駆り立てた。どうしちゃったのよ。私、あんたの気持ちわかるわよ。神聖織田軍があんたを待ってる。はい、全部嘘です。男たちは織田軍を目指し織田信姫を追い続ける。世はまさに大織田信姫時代。よーほーよーほー、おおきに。わしの名は桃神海賊団船長のノブクスや。この大海賊時代ではな、食うか食われるか弱肉強食なんや。そんなあまたの海賊がおる中、わしはこの世界で最も強い海賊の4人、四皇と呼ばれとるんや。わしは食べたら特殊能力が得られるというデビルの実を食べてもうた。そして人知をはるかに超越した能力を手に入れたんや。わしが食べたデビルの実はブリブリの実や。このデビルの実のおかげでわしは便秘に悩まされへんくなったんや。めっちゃ便利やろ。で、それじゃあ四皇やなくてうん皇やないか。はっ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 は。冗談はよしこさんや。そろそろこの海賊船ノブクス号も次の島に到着するまであと半日ってところや。次の島にはな、大秘宝が眠っとるらしいんや。ほんま長い航海やったで。ここまでついてきてくれた船員には感謝やな。次の島に到着するまでに一つバカでかい海流を越えなあかんそうや。ただの海流やったらノブクス号やったら心配ないねんけど。なんや、おかしな噂聞いてな。海と空が怒り狂うように暴れるそうや。おまけに船を丸呑みにしてしまうくらい巨大な化け物が現れるそうなんや。そんなん嘘やんな。そんな巨大な化け物なんかおるわけないやんな。ほんまアホらしいで。この四皇のノブクス様にかかればイカ焼きにして三時のおやつやで。それにしてもなんや、雲行きが怪しくなってきたな。天気予報見たら晴れやったんやけどな。うわー、ゲームのカード落としちゃった。なんや、ガキが紛れ込んでたみたいやな。何やっとるんやクソガキ。今海に飛び込んだらあかんやろ。ほんま世話のかかるやつやで。この海深い。ボボ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 ボ。カードを拾いたかったんだろ。おいおい、泣くなよ。だってノブクス